ごご覧いいただきありがとうございます現地7月19日、オークランドアスレチックスは藤並慎太郎をボルティモア・オリオールズへトレードすることを発表しましたアスレチックスは交換でオリオールズのマイナーリーガー26歳のサウスポーイーストン・ルーカスを獲得ルーカスは今シーズン w A とトリプル A で合計20試合すべてリリーフで29イニングスを投げて防御率2.73としています 昨シーズン終了後、アスレチックスと1年325万ドルで契約した藤波。今シーズンはここまで34試合に登板、49.1イニングスを投げて、防御率8.57、ウィップ1.66、与えたファーボール1つ当たりの奪三振数、KBB は1.70となかなか厳しい数字が並んでいますが、これは開幕当初、先発7試合で結果が出ず、苦しんだ際の数字が尾を引いている面もあり、 4月24日にブルペンへ配置転換されてからは、27試合、31.2イニングスで防御率5.40、ウィップ1.39と若干回復。さらに、直近20試合では、21.2イニングスで防御率3.32、ウィップ1.11。そしてこの20試合中、15試合で無失点とする中で、現在、タンパーベイ・レイズを勝率で上回り、アメリカンリーグ東地区首位、ボルティモア・オリオールズ。 コンテンダーが獲得に名乗りを上げましたそのオリオールズのブルペンは現地7月19日の試合を前に防御率3.79ウィップ1.34そのブルペンで絶対的な信頼を置かれているのはキューバ出身の29歳今年ブレイクを果たし40試合45.2イニングスで防御率1.58ウィップ0.92オールスター初出場も果たしたヤニエル・カノーさらに同じくオールスター初出場のクローザー ドミニカ共和国出身ここまで42試合45イニングスで88奪三振防御率1.00ウィップ0.89としているフェリックス・バティスタですが藤並はこの2人につなぐまでの場面での登板となりそうですそしてチームは現地20日から地区2位レイズとの首位攻防4連戦シリーズに臨みますさらにオリオルズは現地8月1日のトレードデッドラインが近づく中で もしエンジェルスが大谷翔平のトレードを容認すれば大谷の移籍先の有力候補となるだろうと一部メディアで報じられています数多くのトッププロスペクトを抱えるオリオールズ MLB 全体でナンバーワンのプロスペクトジャクソン・ホリデーは出さないにしても上位100人の中に同じ内野手のプロスペクトが数人いるために放出が可能ここにピッチャーのプロスペクトさらにメジャーリーガーを加えて交換要員とすることができる これれが大きな理由としてて挙げられています。アスレチックスに次いで2番目に低い MLB29 位の6080万ドルというチームの年俸総額からすれば大谷の残りのシーズンの日割り年俸約1000万ドルは大きな出費となりますが現在勝率6割一部1輪は MLB 全体で2位。 大谷との契約を延長して、未来を共にすることは無理だとしても、レンタルで残り2ヶ月、そしてプレーオフから一気にワールドチャンピオンを取りに行くために、MLB ベストのプレイヤーを獲得できるのであれば、その価値は十分にあるとされます。NPB2012 年ドラフト同期の藤浪と大谷、巡り巡ってのオリオールズでチームメートになる可能性があるかもしれません。 ご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん